やばい、これはやばい。クロちゃんさんどこにおるん？クロちゃんさんずっと探しとるのにおらん。赤帽子、赤帽子がいない。おらんね。ちょっとこれはもう多すぎてやばい。東京やべえ、東京。笑いました。誰ペンですか？水ペンです。水ペン、水ペンもさっき、ね、質問した人で、ね、やっぱ応答っすね。俺ジョニオペンなんですけど、はい、今回俺広島から来たんですけど、どっから来ました？東京です。東京ですね。東京、東京はもう移動せんでいいです、はい、その交通費がない、はい、ここまで来るのに3万かかったけど、マジダメよ。いいな、ここまで来るね。いいね、はい、3万だって。その3万で俺グッズ買えたけど、ダメでしょ。1万円。今日は一部です。一部です。俺一部です。どこでしたっけ？CD って結構後ろじゃない？はい、うわ残念やな。俺 A だった。そうなの。すごいっすか。着替えて、まだ動画見てください。いつも見てます。来てもらいました。どっから来ました？どっから来ました？東京から。東京、立川から。立川から。すごいな。汗かずたよ。グズグズグズ。あっちも見てます。マジか。もう俺まだね、そんなだけど、 YouTube 始めて3ヶ月ぐらいかな。それでもう今後またよろしくお願いします。お願いします。いろいろあげといて。で、まあ、いいとして、どこ、何ペンですか？うわスイペン、多いね。多いっすよね。ハイタッチもらえちゃうもん。ハイタッチもらえちゃうもん。僕出してもらえちゃうもん。僕ジョンヨン。ジョンヨン。俺チェヨンも。チェヨンペン。チェヨンやばくない？チェヨンやばいっす。これはやばかった。やばいっすね。やっぱロング派？ロング派。やっぱロングじゃない？ロングです。え、今日は一部と二部です。二部です。二部。俺一部なんで先行ってください。しかも。A6 じゃあ今後もよろしくお願いします。チャンネルなんだけど、トライスを見ないで応援していきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来てもらいました。どっから今日は？今日は東京の東京？いやもうライブ見れないんですけど。あ、今日見れないんですか？グッズ買いに来たり。グッズ買いに。グッズだけ買いに来る人もおるけ、やっぱり4時間並んだもんね。どんぐらい並びました？でも、自分は今、来たばっかりの寝るのがあるので。まだ買ってないですか？まだ買ってないですか？もう多分ないと思う。誰ペン？ジョンヨン。マジだ。そうです、だからずっと見て。マジだ。ジョンヨンいいよね。ジョンヨンいいっすね。かっこいいしかない。そうなんすよ。そうなんす、そうなんす、そうなんす。いや、本当に。っていう感じで、今回、楽しんでいきましょう。でも、イケレンなんか楽しんでくれる。楽しんでくれる。ありがとうございます。開演1時間前になったんですけど、人がやばいね。これ量がめっちゃくちゃおる。もうゾロゾロ来てるって感じですね。それでじゃあちょっと来てもらったんですけど、広島人みたいに、はい、ここで広島の人に会えるとは思わなかった。何ペンの上位なんですか？水がね、いっぱいいて、こいつあれ、次のカードだけ当たりました。ハイタッチ、ハイタッチ当たりました。ハイタッチ当たりました。当たりました。あ、いいね、ハイタッチ。結局らしいんだ。あ、ちょっと顔映ってないけど今。え、誰ペンですか？モモ。なんかモモっぽいっすね。どこで好きなの？スイートとモモ。いや、もうどんな感じで好きなの？何が好きなの？何が顔。あ、で、一緒に見て、どうやってが好きなの？あ、もう顔が普通に可愛かったから。でもビジュアルめっちゃ好きです。あのビジュアルやばいっすね。アジア、アジアとか嬉しい。世界初。確かに、あれやばい。今日は1部か2部2部さん、ちょっともうちょい時間ありますか？そうです。行けないですか？行けずに、ここまで来たんです。すごいっすね、それも。これもそれすごいっすね。俺1部で A の前なんですよ。楽しんでください。あ、楽しんでください。ということで、まあちょっと質問を始めます。ありがとうございました。編集でも、編集でも、編集でも。
まだやってないですけど、もう開演前ですけどね、結構グッズ結構いますよ、並んでる人が。これやっぱね、ここまで人気があるとはちょっと思ってなかったんで、やっぱ嬉しいですね、好きなんで。で結構いろんな人に声かけてもらって、まあ、あともうちょっとなんですけど、ちょっといろいろ聞いていこうかなって思います。ちょやばくねえかこれ、すごいこの人、人の量。クロちゃんさん、クロちゃんさんどこやねん。すごいっすね、もう始まりますよ、まもなく。もう何度も来てもらってるんですけど、自分広島から来たんですけど、どこから。横浜です。横浜か、じゃあ結構近いね。千葉で。近いじゃん、二人とも。俺めっちゃ遠かった。新幹線代でグッズがちょっとね、みんな分あんま、まあ買えたけどね、ちょっと少なくなって。何買った？俺はもうジョンヨン。え？俺ジョンヨン。すげーすげーすげースイペン。スイペン。スイちゃんさ、多分ジョンヨンめっちゃ好きやん。動画とかそうあるね。え、今日は何？一部です。もう俺もちょっとそろそろいかんとやばい。一部です。一部楽しみましょう。すいません、ありがとうございます。これまた動画貼ってください。はい、すいません。質問させてもらいますけど、何ペンですか。ジョンヨン。おー、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 ジョンヨン。違う、違う、やばいね。俺、違う、ちょっと来てるんですよ。第4ペン、第4ペン、今日初めてだった。第4ペン、俺第4ペン、東京体育館で俺広島の客様にご案内します。右住んでます。近いじゃん。マジで付き合いやん。で、みんな一部お願いします。一部2部。あー、時間あっこもう2部です。2部ですか。はい、俺一部で真ん前なんでクソ自慢になるけど。はい、じゃあ、死んできますわ。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ来てもらいました。すみません。何ペンですか。ジョンヨンとサナです。ジョンヨンとサナ、俺もジョンヨンです。ジョンヨンをね、ガン見してこようかなみたいな。ミナさん。すごい素なんだ。いやいやいや。ミナも大好き。あ、ミナさん。ミナのお父さんとお母さんここに。本当本当本当まだ、ミナさんのお母さんかっこいいな。本当ですか。よかった。その動画ちょっと後でやって。一部二部。一部です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 。どこですか。これはリーダー。オールマリーです。本当ですか。C。吉野さん、吉野さん、うまい。やばい、ずるいわ。俺ずるいわ。ずるいよ。ということで、まあ楽しんでいきましょう。はい、すいません、ありがとうございます。それはやばい、これはやばい。クロちゃんさん、どこにおるん。クロちゃんさんずっと探しとるのにおらん。赤帽子がいない。おらんね。ちょっとこれはもう多すぎてやばい。東京やべえ、東京。そろそろ始まります。お、目覚まし。いろんなとこからおめでとうっていうお花がね、すげえ。日本デビュー。お花がいっぱい。ビビからも来とるね。ビビ。あとは日本テレビゼロ。これ日本テレビゼロでしょ。あ、LINE からも来てるじゃん。 LINE 株式会社、ワウワウからも来てるし、あ、EMTG も来てるね。という感じで、なんかおめデビューおめでとうっていうことでね、日本初のライブなんでこんなお花とかいっぱい TWICE はもらってます。ということで、ちょっとそろそろ始まるんでアリーナ行ってきます。一番前だね、これ。行きまーす。はい、今終わりました。
出た時にね、見てますみたいな感じで、はいはいはい、大阪からね。大阪っす、大阪っす。いやよかったね。よかったっす、もう最高っす、最高っす。もうなんか 何ペンとかじゃなくて、全員あ、もう全員っすね。でもナヨンとモモはいいっすね。やばい、ナヨン、ナヨン、モモ、いや、ナヨンやばかった、確かに。もうやばいっす、ほんまに。いや、なんか片言な感じが全員良すぎてさ、やばいっす、ほんまに。どこ見ていいか分からなくなる、ほんまそうです。やばかったな。で、あのなんかダヒョンのさ、はい、日本語やばくない？めっちゃ可愛い、音符、ノリノリ音符やばいよね。めっちゃ可愛かったっす。いや、あれはノリノリだわ。ノリノリっす。やばかった、あれ、やばい、最高だった、最高っす。ほんまに？俺、ありがとう。今撮影中だけ、まだまだ。いや、これ結構だけめっちゃ映ってる、めっちゃ映ってる。やばいっすね、やばいね。あれ、ズームめっちゃしてしまった。って感じで、ちょっと今まだ終わって次2部なんで、結構まだ人がおりますね。あ、疲れた。もう今日はたくさん歩いたんで日焼けしてます。日焼けした？なんすか？あ、肌綺麗だね。ありがとうございます。日焼けしてないね。日焼けあんましてないです。あ、してない、あんましてないです。いや、今日めっちゃ日焼けした。歩きすぎた。あ、僕も昨日歩きました。歩きすぎたけん、はい、そうそう。いや、でもやっぱすごかったね。あの、人が多い、すごい。一部やばかったけど、二部もどんな感じになるんだろうな。まっすよね。まあ、でも同じようにアンコールやるんすかね。うん、面白かった。やっぱ来てよかった。やっぱね、あの、テレビとかさ、携帯とかで見るのもいいけど、やっぱリアルタイムで同じ瞬間に降りたいよね。ね。もうほんまそれ、もう。やっぱあの、パワーをもらえた。すごい。パワーをもらえた。ちょ、見て、今撮影中。撮影中。映る、映る、映る、映る。あ、さっきあったね。ありました、ありましたね。ありましたね。マジで。やばかった、やばかった。やばい。めっちゃやばい。疲れた、本当に。って感じで、もう人がやばいんで。2分、まあ、今から2分、今から。もう、感想はね、やばかった。とりあえず、あの、やばい、やばい、やばい。全員会計、もうどこにね、目をやっていいかわからんくなる。あ、ほんまっすか。ほんまに。っていう感じで、見てきました。またね、家帰ってからね、なんかまたいろいろやろうかなって思います。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。いや、調子悪い。あー、疲れたよ。いや、調子悪い。ゆうちゃんだよ。いやー、やばい。一部終わって、ちょっと発見しちゃいました、やっと。クロちゃんさん。すいません、ちょっとサングラスしてますけど。いや、マジか。あの、YouTube を、はい、クロさんのチャンネルに、はい、行った時は、はい、多分クロさんがどんな人か分からないと思う。こ、は、の、い、動画だけじゃ、はい。めっちゃイケメン。あー、ありがとうございます。やばい。かっこいい。ありがとうございます。いや、あの、一部でね、まあ、TWICE 見て興奮したけど、はい、個人的にクロさんに会えたのが興奮した。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。はい、いや、可愛かったですね、もも。もも可愛かった。いや、ちょっとそろそろこう、オタクもあかんのかなと思ってたんですけど、今日ちょっとまた1年延長することに決めました。あ、マジですか？はい。あ、1年延長っすか？1年1年で一応、あ、そうだっけ？自分の中で契約してるんで。契約ですか？はい。それ決めてるんですね。決めてるんですよ。やばいっすね。ちょっと1年。はい、ちょ、俺もクロちゃんさんの動画出たいっすよ。僕の動画でもでもあれですもんね、サイン会のやつとかですもんね。そうですね。いや、あの、はい、TWICE の名物お兄さんに会えたのが、そうです、すごい、ちょっと、いえいえ、残してください、俺チェイン残しとって。あー、はい、ありがとうございます。はい、こんな撮れると思いませんでした。いえ、あ、真中さんの動画頑張ってください、これからも楽しみにしています。すいません、すいません、ほんまありがとうございます。はいって感じで、じゃあ、はい、クロちゃんさんでした、ありがとうございます。うっす、撮れました、はい、いいように編集してください。じゃあもう一回、ありがとうございます。あ、俺写真撮りです、普通に。写真いいですよ。今終わって、一部終わってきたんですけど、実際俺の動画見てくれてる人に会ったんで、え、行ったんすか、一部。あ、今からっすか。いや、やばかったっすよ。普通にやばいっす。誰くんすか。モモサナ、モモサナ、モモっすね。あのね、やっぱり日本だけどさ、サナとかモモとかが仕切ってさ、いろいろ日本語やってくれるけどさ、やばかった。で、ダヒョンのね、日本語がもうやばい。かわいい。なんかあの、ちゃんと言えてない感じがいい。早よ始まって、
で、グッズは買えんかった買えんかったんですよ。マジで何時に並んだ。じゃあ、新幹線とかの都合で。あー、そういうことか。俺も7時半に並んで4時間待ったけど結構やっぱ多いね、人えぐいっすよ。えぐいねって感じで、今からね、2部行ってくるらしいんで楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。見ます、はい、後輩が3枚、4枚4枚どれか買ったんで、これなんかでもいいの入ったのかいね、これって普通に、まあ何が入ってるかっていうのね。まあ代表、代表、代表みーなー、みーなーじゃね、みーなー、ちょっと見して、この種類ね。みーなーと、みーなーと、狙いは、狙いは代表、代表、代表が欲しい。代表、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 狙いはダヒョン。ジョンヨンだったらどうするんかいね。ジョンヨンだったらどうするんかいね。うん、それはまさかさんに忘れる。マジ。おお、ダヒョンちゃん来たじゃん。やった、嬉しい。キモいこいつの見分けが、見分けがキモい。見分けがキモい。よかったね、よかったね。いや、ほんまに嬉しい。普通によかったね。3枚目みーなみなペンにとっては最高だろ、これね、ダブルで。お前みな見る、みな、ダブル、ダブルみな、ダブルみな、ダブルみな、うん、あ、ダブルみな来た。しかも種類違う。2種類来たね。で、さあラスト、ラスト。おっと、これはお、あー、おお3人、あ、いいじゃん、ダヒョン3人、やった、ダヒョン。よかったやん、よかったやん。嬉しい、嬉しい、嬉しい。キモー、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 キモーって言う。いや、よかったね、よかったね。イエーイ、ダヒョンゲット。やった、嬉しい。感想、最高、最高、最高。オッケー、オッケー、最高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 。オッケー。今1部終わって、次2部です。もう1部終わった人と2部今から行く人でごった返してるね。いやー、すごいな。やばった。また感想とかはまたね、やっていこうと思います。2部、はい、今から行く人いっぱいいます。もうでも そろそろ帰りますわ。そろそろ帰ります。お疲れでした。ありがとう、東京、東京大阪。やっていいか分からんけど、あ、ほんまっすか。ほんまにっていう感じで見てきました。またね、家帰ってからね、なんかまたいろいろやろうかなって思います。お疲れです。お疲れです。お疲れです。いや、調子悪い。あー、疲れたよ。いや、調子悪い。ゆうちゃんだよ。いやー、やばい。一部終わってちょっと発見しちゃいました、やっと。クロちゃんさん、ちょっとサングラスしてますけど。いや、マジか。YouTube を、はい、クロさんのチャンネルに、はい、行った時は、はい、多分クロさんがどんな人かわからないと思う、はい、動画だけじゃ、はい、めっちゃイケメン。あ、ありがとうございます。やばい、かっこいい。ありがとうございます。いや、一部でね、まあ、TWICE 見て興奮したけど、はい、個人的にクロさんに会えたのが興奮した。あ、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いや、可愛かったですね。もう可愛かった。いや、ちょっとそろそろこうオタクもあかんのかなと思ってたんですけど今日ちょっとまた1年延長することに決めました。あ、マジですか。はい、あ、1年延長っすか。1年1年で一応あ、そうだ、自分の中で契約してるんで。契約ですか。はい、そう、決めてるんですね。決めてるんですよ。やばいっすね。ちょっと1年、はい、俺もクロちゃんさんの動画出たいっすよ。僕の動画でもでもあれっすね、サイン会のやつとかですね。そうですね。いや、はい、TWICE の名物お兄さんに会えたのがすごい、ちょっといえいえ、残してください。俺チェーン残しとく。あー、はい、ありがとうございます。はい、こんな撮れると思いませんでした。いえ、あ、真中さんの動画頑張ってください。これからも楽しみにしています。すいません、ほんまありがとうございます。はいって感じで、じゃあ、はい、クロちゃんさんでした。ありがとうございます。うっす、撮れました、はい、いいように編集してください。じゃあもう一回。ありがとうございます。あ、俺写真撮りです。普通に写真いいですよ。
今終わって、一部終わってきたんですけど、実際俺の動画見てくれてる人に会ったんで、行ったんすか一部。あ、今からっすか。いや、やばかったっすよ。普通にやばいっす。誰かやってた。モモサナ、あのね、やっぱり日本だけどさ、サナとかモモとかが仕切ってさ、いろいろ日本語やってくれるけどさ、やばで、ダヒョンのね、日本語がもうやばい、はい、なんかあの、ちゃんと言えてない感じがいい。早よ始まって、で、グッズは買えんかった。買えんかったんマジで。何時になるんだ。新幹線とかの都合で。あー、そういうことか。俺も7時半に並んで4時間待ったけど。これはやばい、これはやばい。クロちゃんさんどこにおるん。クロちゃんさんずっと探しとるのにおらん。赤帽子がいない。おらんね。ちょっとこれはもう多すぎてやばい。東京やべえ。東京笑いました。誰ペンです。スイペンもさっき、ね、質問した人で、ね、やっぱ大手ですね。俺ジョニオペンなんですけど、はい、今回俺広島から来たんですけど、どっから来ました。東京です。東京ですね。東京はもう移動せんでいいです、はい、その交通費がない、はい、ここまで来るのに3万かかったけど、マジダメよ。いいな、ここまで来るね。いいね、はい、3万だって。その3万で俺グッズ買えたけど、マジダメでしょ。前に今日は一部です。一部です。俺一部。どこでしたっけ。C って結構後ろじゃない、はい、うわ残念やな。俺 A だった。そうなの。世界ですか。着替えて、まだ動画見てください。いつも見てます。来てもらいました。どっから来たすいね、ゲームハイタッチもらえちゃうハイタッチだった。ハイタッチだった。告らしてもらえたことのジョンヨン。ジョンヨン。俺チェヨンチェヨンペン。チェヨンやばくない。チェヤンチェヤンです。これはやばかった。やばい。やっぱロングロングロングやっぱロングじゃない。ロングです。え、今日は一部と二部です。二部です。二部これ一部なんで先行ってください。A6 じゃあ今後もよろしくお願いします。チャンネルまででもトライスを見ないで応援していきましょう。ありがとうございます。はい、来てもらいました。どこから今日は。今日は、ね、東京の東京。いやもうライブ見れないんですけど。あ、今日見れない。グッズ買いに来たけど。グッズだけ買いに来る人もおるけ、やっぱり4時間並んだもんね。どんぐらい並びますか。でも、自分ら今、来たばっかりで、まだ買ってないですか。もう多分ないと思う。ビビ、あとは、日本テレビゼロ。これ日本テレビゼロでしょ。あ、LINE からも来てるじゃん、LINE 株式会社。ワウワウからも来てるし。あ、EMTG も来てるね。という感じで、なんかデビューおめでとうっていうことでね、日本初のライブなんで、こんなお花とかいっぱい TWICE はもらってます。ということで、ちょっとそろそろ始まるんで、アリーナ行ってきます。一番前だね、これ行きます。はい、今終わりました。出た時にね、見てますみたいな感じで、はいはい、大阪からね。大阪っす、大阪っす。いやー、よかったね。よかったっす、もう最高。やばくない、最高っす。もうなんか何ペンとかじゃなくて、全員。あ、もう全員っすね。でもナヨンとモモはいいっす。やばい、ナヨン。ナヨン、モモ。いや、ナヨンやばかった、確かに。もうやばいっす、ほんまに。いや、なんか
全員の感じが全員良すぎてさ、やばいですほんまに。どこ見ていいかわからなくなる。まあそうです。やばかったな。で、あのなんかダヒョンのさ、日本語やばくない？めっちゃ可愛い、音がノリノリ、音やばいよね。めっちゃ可愛かったっす。やれはノリノリだわ。ノリノリっす。やばかった、やばい、最高だった。最高っす。あんまり俺、ありがとう。今撮影中だけ。まだまだ。いや、これ結構だけめっちゃ映ってる、めっちゃ映ってる。やばいっすね。やばいね。あれ、ズームズームめっちゃしてしまった。っていう感じで、ちょっと今まだ終わって次2部なんで、結構まだ人がおりますね。あ、疲れた。もう今日はたくさん歩いたんで日焼けしてます。日焼けした？なんすか？あ、肌綺麗だね。ありがとうございます。日焼けしてないね。日焼けあんましてないですね。してない、あんましてないです。いや、今日めっちゃ日焼けした。歩きすぎた。僕も昨日歩きました。歩きすぎたけん。そうそう。いや、でもやっぱすごかったね。あの人が多い、すごい。一部やばかったけど、二部もどんな感じになるんだろうな。まっすよ。まあでも同じようにアンコールやるんすかね。うん、面白かった。やっぱ来てよかった。やっぱね、あのテレビとかさ、携帯とかで見るのもいいけど、やっぱリアルタイムで同じ瞬間に降りたいよね。ね、もうほんまそれ。もやっぱあのパワーをもらえた。すごいパワーをもらえた。ちょ、見て、今撮影中。マジで撮影中。映る。あ、さっきあったね。ありましたね。マジでやばかった。やばい、めっちゃやばい。疲れた、本当に。って感じで、もう人がやばいんで。こっち2分な、こっち2分。今から今からもう、感想はね、やばかった。とりあえず、あのやばい。全員会計、もうどこにいよね、目を。誰だよ。どんよ。そうです、だからずっと見て。じゃあ、ジョンはいいよね。ジョンはいいっすね。そうなんすよ。そうなんすよ。いや、頑張ってる。っていう感じで、今回、楽しんでいきましょう。はい。でも、イケレンなんか楽しんでくれる。楽しんでくれる。ありがとうございます。開演1時間前になったんですけど、人がやばいね、これ、量が。めっちゃくちゃおる。もう、ゾロゾロ来てるって感じですね。それで、じゃあちょっと来てもらったんですけど、え、広島人みたいで。はい、宿泊室。ここで広島の人に会えるとは思わなかった。ちょっと、あ、ありそう。何かやった？これ、ジョンヨンなんですけど。あ、ついがね、いっぱいいて、こいつ、あれ、ついのファンだけあったから。ハイタッチ。ええ。ハイタッチ当たりました。ええ。ハイタッチ当たりました。当たりました。ああ、いいね。ハイタッチ。ピックらしいんだ。あ。ちょっと顔映ってないけど今。え、誰ペンですか。モモ。なんかモモっぽい。あ、どこで好きなの？スイートとか。いや、もうどんな感じ好きなの？何が好きなの？何が？顔。ああ。一人で。一人で。可愛くが好きなの？ああ。え、どこ泊まる？もう顔が普通に可愛かったから。ああ。でもビジュアルめっちゃ好きです。あのビジュアルやばい。アジアとか嬉しいわ。世界初。世界初。確かにあれやばい。で、今日は一部か二部。二部。ちょっともうちょっと時間あります。そうです。今だから行けない。行けずに、まあここまで来た。すごいっすね、それも。これもすごいっすね。確かに。で、なんか俺一部で A 前なんですよ。楽しいです。あ、楽しみください。ということで、まあちょっと質問させていただきます。ありがとうございました。編集でもまたやっ。もう開演前ですけどね、結構グッズ結構いますよ、並んでる人が。これやっぱね、ここまで人気があるとはちょっと思ってなかったんで、やっぱ嬉しいですね、好きなんで。で、結構いろんな人に声かけてもらって、まあ、あともうちょっとなんですけど、ちょっといろいろ聞いていこうかなって思います。ちょ、やばくねえかこれ。すごいこの人、人の量。クロちゃんさん、クロちゃんさんどこやねん。すごいっすね、もう始まりますよ、まもなく。はい、すいません、もう何度も来てもらってるんですけど、自分広島から来たんですけど、どこから。横浜です。横浜か、じゃあ結構近いね。千葉で。近いじゃん、二人とも。俺めっちゃ遠かった。新幹線代でグッズがちょっとね、みんな分、あんま、まあ買えたけどね、ちょっと少なくなって。何が？俺はもうジョンヨン。え？俺ジョンヨン？すげー。スイペン。スイちゃんさん。
多分ジョンイはめっちゃ好きやん、動画とかそうあるね。え、今日は何一部、一部です、もう一部、あ、もう今、俺もちょっとそろそろいかんとやばい、一部です、一部楽しみましょう、はい、すいません、ありがとうございます、はい、これまた動画貼ってもいい、はい、はい、すいません質問させてもらいますけど、はい、何言ってんすか、ジョンイ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 、次がやばいね、俺次がちょっと来てるんですよ、ライオンペン、ライオンペン今日初めて会った、東京体育館では広島のお客様にご案内します、ビジネスセンターマン近いじゃん、マジっすか、で、みんな一部、俺がいいです、一部2部、あー時間、あ、僕も2部です、2部っすか、はい、これ一部で満杯なんで、クソ10倍になるけど、はい、じゃあ死んできますわ、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、話しました、はい、はい、じゃあ来てもらいました、すいません、何ペンですか、ジョンヨンとサナです、ジョンヨンとサナ、俺もジョンヨン、ジョンヨンをね、ガン見してこようかなみたいな、ミラさんすごい素なんだ、いやいやいやミラも大好き、あ、ミラさん、ミラのお父さんとお母さんすごい、本当ですか、まあ、その動画ちょっと後でやって、一部、一部です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 、どこですか、これはリーダーです、オールマリーです、本当ですか、Cよし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 、いや、お前ずるいわ俺ずるいわということで、まあ、楽しんでいきましょう、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、それはやばい、これはやばい、クロちゃんさん、どこにおるん、クロちゃんさん、ずっと探しとるのにおらん、赤帽子、赤帽子がいない、おらんね、ちょっとこれはもう多すぎてやばい、東京やべえ、東京そろそろ始まります、お、目覚まし、いろんなとこからおめでとうっていうお花がね、すげえ、日本デビュー、お花がいっぱい、ビビからも来とるね。